リンリン、ハロー、パラレール、リンリンパラレールのリンドです。はい、本日はですね、この間質問いただきました。動物がね、これだけいるとお世話で1日時間かかりませんか？大変じゃないですか？っていうところにお答えしていこうかなと思います。はい、ということでそちら本題入っていく前に、もしよろしければこちらのチャンネル登録、高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok、各種 SNS やっておりますので、よかったらそちらの方のフォローお願いいたします。はい、ということで先ほどのね、本題の方に入っていきましょう。はい、で、まあね、まあ私一人でね、暮らしていて、今全部で15かな？袋ももんがが 1,2,3,4,5,6 でしょ？で、うさぎちゃん、レオパが2匹、セーブシシバナヘビが1匹、コウモリちゃんが1匹、サンショウオイモリ、イエアメガエル、そしてシェフィさん、サバナモリちゃんですね。がいる、全部で15匹ですね、飼育している状況にはなるんですけれども、まず結論から言うと、大変ではないです、まず。大変じゃないですかっていう方で行くと大変じゃないです、私は。で、時間に関しては、ま、かかる時もある。っていうところでしょうか。はい。で、まあ、まず時間に関してで言うとですね、毎日お世話が大体必要だったり、掃除とか、あとご飯とかっていうので、ちゃんと見ていってあげないといけないのは、うさぎちゃん。はい。ミニうさぎの、うちのすずちゃんですね。と、エジプシャンルーセットおこもりの、マナちゃん。はい。マナちゃん、ここね。に関しては、そうですね、毎日見てあげないとならないところかなと。マナに関しては特になんですけれども、新鮮な果物をね、フルーツを大体食べるので、大体主食メインで与えているのは、バナナに、モモンガちゃんたちのフード、パウダーフードをね、まぶしてあげるのと、あとはまあ状況に応じてリンゴ、バナナ、あとは小松菜、ほうれん草、キャベツなどをね、混ぜてご飯をあげるんですけれども、まあそういう新鮮な野菜を食べるので、なんだろう、ご飯を毎日作って、まああげるっていうところはまあ、毎日見るところかなってところですけれども、うんちに関してで言うと、まあ毎日夜帰ってきてから、ケージの下に溜まってる分だけは取るようにしてるんですけれども、なんて言うんですかね、ペットシーツに関しては1週間に1回の交換っていう形にしてるんですよ。そもそもまあ、衛生的なところで行くと、地面に降りる子じゃないので、そのペットシーツがちょっと汚れていたとしても、そこから何か、そこにベタってくっついてるってことはないので、っていうのと、あと、まあ、そんなにうんち自体がね、すごい臭いものでもなかったりっていうところと、まあ、毎日ね、うんちは取ってるので、っていうところで、ペットシーツに関しては1週間に1回の交換っていうところにしてますけれども、まあ、特にそれで病気になったりとか、なんか健康的な被害があったりっていうことはないなっていうところでございますね。で、うさぎちゃんに関して、すずですね。すずに関してでいくと、まあ、うんちのお掃除っていうのはしてあげるのと、あとは、なんて言ったらいいんですかね。ご飯の入れ替えとか、水の入れ替えっていうのは、まあ普通にしてあげて、っていうところですけれども、まあだから水の入れ替えもご飯に関しても、それは他の子でもやることなんで、亡くなってたら補給するしっていうだけの話なので、だから毎日のお世話っていうよりは、ああ、亡くなってる入れとこ、みたいな、そんな感じ、なんですよね。で、なので、うん、なんか大変、でもないし、時間がかかる、ご飯入れるのなんでね、ペレット食なんで、うん、袋からごそ、じゃ、終わり。って考えると、賞味1分とか2分とかの話です。で、うんちのお掃除に関しても、まあ、マナちゃんで行くと、下に、そのペットシーツの上に乗っかってるうんちをほろって、取るって、捨てるっていう感じなんで、まあそれを取るのに、まあ5分から10分ぐらい、5分もかかってないような気もするけど、まあ、うんち取ってゴミ箱にポイ。で、ま、下のね、ミニウサギのね、スズちゃんに関してで行くと、うんち自体を掃除機で吸って終わり。で、あとは、その、おしっこしてるところのペットシーツがあまりにも汚くね、トイレがなってたら、それをすぐ取り替えて新しいペットシーツ入れる。って考えると、掃除機がけと、その、状況に応じて、やるって考えても、まあ、賞味5分あるかないかぐらい。
ですので、毎日ちゃんとそれを見てあげなきゃならないっていうところでいくと、そこの2人ですかね。で、週に2回とかのペースでやってるのは、フクロモモンガちゃんたちは、ペットシーツ、ね、下に敷いてるんですけれども、なんか、いい見せ方あるかな。あ、ここね。これ映る。この、指が近すぎる。ここね、これ。ここね、下ペットシーツが敷いてあって、上網があって、これぐらいのね、隙間があるんですよ。でそこにうんちがね、糞切り網みたいになってて、下に落ちてペットシーツがって感じになってるんですけれども、あのペットシーツを週に1回から2回の交換ですね。まあ、汚れ具合によって、たまにご飯を散らかして、ね、思いっきり下にね、散らかしちゃったりとかっていうのもあるので、あと、なんか水が漏れちゃっててとかっていうので、交換はしますけど、まあ、週1回から2回ぐらいの交換。まあ、あと臭くなってたら交換みたいな。まあ、もう見て、ああ、なんか汚すぎるな。交換しとこう。みたいな、そんな感じですね。衛生的に問題がありそうだったら交換するっていうやり方でございます。が、それも週に1回から2回ぐらい。で、ご飯も、今、これね、大きめの容器のタッパーにね、穴を開けて、基本的には新鮮なご飯が、供給できるようにっていう形で、で、ペッペカスとか、ペッペカスって言ってこう、一回口の中でもんちゃんもんちゃんもんちゃんってした後、一回ペッてするんだよね。で、そのカスが溜まったりするんですけれども、そのカスも、なんていうんですかね、餌容器の中に入るように、まあ、再利用っていう言い方あれですけど、そのペッペカスもね、自分たちで食べるんですよ。ただそれが糞切り網から下に落ちちゃうと、それはただのゴミになっちゃうので、そうはならないような、まあ、構築をして、今やってます。するとね、餌入れの中に入ったペッペカスも自分たちで食べてくれるので、っていうところで餌も、供給しておりますけれども、餌自体がですね、おおよそ4日分ぐらい持つような作りにしてるんですよね。で、なんでそういう作り方にしたかっていうと、万が一お留守番するときにお留守番できるように、っていう作り方をしてます。まあ、ただ、うちお留守番させるとしても、うさぎちゃんとね、コウモリさんが、そんなに開けられないので、正直、やれても2泊3日がギリギリかなっていうところなんですけど、私のお家で行くと。うん、2泊3日、3泊はちょっと厳しい気がするな。うん、だから3日も離れるっていうのは、ほとんどしないとは思うんですけど、まあ、そんな感じで、なんかうちのパチちゃんがシューシュー言っておりますね。シューシューとチキチキチキって鳴いておりますね。今絶賛多分発情期のタイミングっぽくって発情しておりますね。有効な気と仲間呼びというか、そんな感じでチキ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 ってちょっと発情しておりますね。はい、ちょっと話がそれましたけれども、まあ、そんな感じでね、お留守番させられるようなケージの構築にしているので、基本的には、そういうようなご飯のあげ方にもなっております。まあ、正直、ね、バナナじゃなくて、もうちょっと日持ちのするね、餌とかをあげれば、コウモリさんもね、なんていうんですかね、お留守番はいけそうですし、あと餌の入れ方をね、ちょっと多めに入れてあげれば、ウサギさんもね、お留守番自体はできるとは思います。はい。餓死してすぐ死ぬようなタイプではないですからね。はい。まあ、あんまりおすすめはしないですけれども。っていうところですね。で、なんで、フクロモモンガちゃんたちもそんな感じなんで、ケージのお手入れっていうのもほんと週に1、2回あるかないかぐらいですね。で、爬虫類ちゃんたちが一番時間が取られない子たちで、まあ、シェフィーさんですね。サバンナモニターで行くと、水容器の取り替えがあるぐらいです。で、水容器の取り替えは、本当うんちで汚くなったら取り替える。なんで、状況を見てっていう感じの取り替えですね。まあ、週に2回ぐらいかな、あっても。で、あとは、軽く、床面ですね。こうやって見ると、今水容器見えてますけど、あそこに水容器があるんですけど、水容器の取り替えと、床のところの、これ、電気毛布が引いてあるんですけれども、電気毛布の上の部分を掃除機掛けをたまにするぐらいなんで、本当にそんなに時間かからないです。はい。うんち自体はね、だいたい水容器の中でしてくれるんで、本当水容器取り替えたら終わりです。
で、ご飯に関しては週に1回にしてるので、うちは。で、それが毎週金曜日、私がね、いつも生放送やってるんですけれども、生放送の時にご飯あげてるので、もう本当生放送がもうルーティーンみたいになってるんで、生放送と同時にご飯あげるって感じですね。で、こっちのね、はい、レオパード原稿ですね。レオパちゃんたちも、ほんと週に、うんちもあるね、あそこにね。うんちをほんと取って、軽く拭き掃除して終わりですね。で、うんちを大体ガチャガチャケージなんですけど、うちこれガチャガチャね。の、手前の、なんていうんですかね、プラスチック、透明なプラスチックのあの部分にするんですよ、もううんちを。なので、あそこの部分の、蓋みたくなってるんですけども、それ外して、そこのうんち取って拭き掃除して終わり。で、奥の方とかにもしうんちしてないかなっていうのを確認するときは必要なので、確認してしてなければ関係ないみたいな感じですね。はい。で、それでうんち特になければ、終わり。あとは水容器に水を入れて、あとはウェットシェルターの上のところに水を入れて、くらいで終わり。で、ご飯も1週間に1回にだいたいしてるので、それもね、毎週金曜日の時にあげてるので、大体もうそのルーティンで決まりですね。毎日あげすぎちゃうともう、太っちゃうし、今も、アダルトなね、個体になってきてるので、なんて言うんですかね。うん、とりあえず、それ以上あげちゃうと、太っていく方が大きくなっちゃうので、太らせないようにっていう感じの週1回のケージというか、ご飯のあげ方になってますね。はい。で、次に、セーブシシバナヘビですね。ここの、セーブシシバナヘビ。ちょっと今、あれですね。ウェットシェルターじゃないや。水容器の水が蒸発して、ちょっと水蒸気がね、くっついてますけれども。すごい角にいるね、あそこね。ここも週に1回ですね。で、うんちに関しては、してたら、床材をね、スプーンで取って、そのまま捨てるっていう感じで、新しい床材を入れる。あとは、水が足りなくなってたら、お水を入れてあげる。って感じですね。なんで本当にその一個一個のケージでやることってこう重なったとしても1個5分が重なるだけなんですよね。で1個5分が重なってまあ気がついたら1時間ぐらいこの子たちで使ってる時間があるかもなっていうぐらいですけれども、それは何だろう、人間が家事するのと同じぐらいの気持ちで、自分の家事でね、例えば洗濯物をして洗濯物を干したりとか、まああるじゃないですか。洗濯物を干したりとか、洗濯物を畳んだりとか、掃除機がけしたりとか、食器洗ったりとか、まあそんな感じ。なんか重なったっていうのと同じで、なんか別に大変でもないし、時間かかってるとも思ってないですね。なんか動画見ながらとか、音楽かけながらとかやってるんで、なんか、そんな家事とかと一緒のなんか感覚ですね。まあたまにね、大掃除っていう形ですると、まあ1時間とか2時間とかかかる時はありますけれども、そんなに。一番時間かかってるのは多分ケージを作ってるのに時間がかかってるので、私の場合。ケージレイアウト考えて、ケージをね、自分で手作り、まあ手作りっていうか、あるものをね、組み合わせて、作っていくっていうケージの作り方ですけど、私は。例えばニトリの、プラスチックのケースとかを使ってね、作ったりとか、あと、100均に売ってる網を利用して作ったりとか、押し入れ改造してみたりとかっていうので、時間は使ってるとは思いますけれども、ケージ作りが一番時間かかってるかな。あと、最近で言うんだと一番時間かかったのは、ここの、コケリウムの、中のレイアウトと水漏れの解消ですね。なんかちょいちょい水漏れして、でろ過装置がなんかうまく作動しなくてっていうので、水回りの調整するのに8時間ぐらいかかったんですけど、合計すると8時間ね、1日3時間ぐらいあって、よし OK だろうと思ってやったらどっかに欠陥があって、で、また OK だろうと思ってやったら欠陥があってっていうのを繰り返して、合計8時間ぐらいで使っちゃったんですけれども、そういうのがまあたまにあるかなぐらいで、そうです。あそこはちょっとね、そんな感じなんです。で、なんか、ワインセラーの上に今表記されてるね、17度って書いてるんですけど、あの温度がちょっとおかしくて、大丈夫？めっちゃ
アンシュに言ったね、今ね。完全に発情タイプだけど、かわいい声してんね。発情しております。大丈夫パッちゃん、大丈夫よ。ちょっと、喋りたいんだけど、パッちゃん。ワン、まだワンって言うかな。大丈夫かな。よし、喋るよ。で、まぁ、そんな感じでね、17度って書いてあるんだけど、あの温度がなんかちょっとおかしいらしくって、なので、今、外についている温度計がね、あれ 20.4 度。あれでね、ちょっと管理するようにしております。中をね、20度から22度の間にして、イアメガエルとエゾサンショウウオと、沖縄シリケイモリか、その3匹の、平均値、ですね、温度の中で大丈夫な平均値を出して、その平均値に合うような形にね、ケージ内をして、3匹とも今仲良く暮らしております。で、まあそれに合わせてね、中の例えばケージのレイアウトをイヤメちゃんがね、その周りの色に合わせて保護色を変えちゃうので、できれば緑色の綺麗な状態をね保ってあげたいなと思ったので、中を白と緑でね、すごい貴重、白と緑を貴重にして、ちょっと明るめの色に変えたりとか、最初ね結構茶色かったんですよ。するとね、その茶色系の保護色に合わせてね、茶色くなっちゃう、体調悪いのかなと思って、一回出してプラケースに入れてたらね、ちゃんと緑色に戻ってくれた。あー、よかったよかった、体調が悪いんじゃなくて保護色だったのね。ただ本当に体調悪いけど、緑色じゃなくてね、茶色系になるんで、ちょっと体調不良だったら嫌だなと思って、っていうところです。あ、ちなみにあそこのケージの、掃除としては、水の入れ替えが、週に私一応1回ぐらいな感じでね、水自体を入れ替えしてるんですけれども、水を抜くのに、私がちっちゃいポンプしか今なくて、ちょっと時間かかってます。ポンプがね、ここにあるな、これ。これ。このポンプでね、キュポキュポ、この奥のね、はい、この映ってるところの水辺のね、水を抜いて、あと手前のね、ここの部分の水を抜いてってやるので、それだけ時間かかるかな。ただ少量をね、ずつやれる方が、私的にはちょっと管理がしやすくて、一気にやるとゴボ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 ってなっちゃうのもちょっとあれだなと思って、あと、コケリウムでね、ちょっと土とかも使ってるんで、土が舞っちゃうのも、なんか、ゴボゴボゴボってやると舞うので、舞うよりはいいかなっていうところで、これにしております。はい。もう、それぐらいかな、時間かかるのは。うん。あとは、大変じゃないですかって言ってくれてる方とか、聞いてくれてる方っていくと、まあ、動物を飼育してない人で聞いてくれてる人も結構いて、で、飼育経験がないですって言ってた人とかが、そういう話をしてくれたりもした感じがあったので、もうね、慣れてくると、なんかね、食うとか食うじゃないとかのレベルではないです。正直な話。苦労するかしないかとかも、その次元じゃないんですよ。もうそこまで来ると。もうそこまで来ると、ルーティーンなんですよね。やらなきゃならないことっていうのでもあるんですけれども、なんか生活リズムの中に染みついちゃってるんで、なんだろうな。苦労がどうのとかっていう話ではもうなくなってきてます。うん。私の場合はそんな感じですね。なんか、人間が空気を吸うかのように、その空気を吸うのと同じって感じですね。あんとかこうやってね、シューシューって投げるのも、ああ、発情期だなんだっていうので、もうびっくりすることも私なくなりましたし、ああ、今だいたいこういう時期か、で終わるし、だから行動とかを見てると、ああ、こういう行動原理があるからあれだよね、みたいな感じになるから、なんだろうな。その一個一個の所作、この子たちのね、所作とか、仕草とか、そういうのを見ても、特に驚かないし、やることに関しても、これだけやろう、終わり、ぐらいな感覚だし、もうなんだろうな。もう感覚的にもうそういうもんってなっちゃってるので、苦労もしてないし、大変でもないし、時間かかってるとも思ってないし、
っていうかそれが楽しくて生きてるしって感じですね。うん。まあ、たまに不安になることとか、ちょっと神経質になるっていうことはありますけど、例えばご飯食べてくれない時期があったとかね、例えば体重がすごく減って痩せ細ってるのを確認したとか、そういうなんだろう変化があったりするとさすがに心配にはなると思いますけども、そうではないので今のところね、現状なので、この現状の状況でいくと、なんか空気を吸うかのようにただやってますっていうのが、まあ本音というか現実ですかね、うん、だから苦労も何もないんですよね。なんか当たり前のようにやっております。はい、なのでね、ちょっとこれが答えになってるかどうかわかんないんですけれども、私のその飼育の環境とか飼育のやり方とかでこう苦労とかね、大変じゃないですかっていっぱいいてっていうので考えると、大変じゃないです、うん、時間もかかってないですっていうのが答えですね。もっとね、飼育されてる方とかいると思うんですけども、多分私もね、飼育環境がちゃんと全員分整えられるんだったら、まあ増えていくこともあるだろうしっていうのはね、全然感じてることなんですけれども、飼育環境が整わないような状況であれば、そもそも飼育をね、その子はしないっていうふうに決めるだけなんで、あれなんですけども、まあ、飼育ができる環境を作れているので、こんな感じでやれてますよっていうのが、まあ、お答えかなと思います。はい。これが正しい答え方としてね、皆さんにね、届いているかどうかわからないんですが、私の答えとしては、苦労してませんっていうお話でございました。はい、本日のお話は以上となります。もしよろしければ、チャンネル登録、高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok やってますので、よかったらフォローお願いいたします。それでは、また次回の動画でお会いいたしましょう。以上、リンとでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リンとでした。バイバーイ。